はい、どうも、トロキチです。なんと、中田翔選手がですね、ジャイアントに無償トレードっていう形でね、トレードされるというニュースが入ってきました。中田翔選手ね、ほんまに僕めちゃくちゃ大好きなんですよね。うん。でね、まあ、暴行事件か暴力事件か聞いた時もショックやったんですけどね。まあ、中田選手ならね、またもう一花咲かしてくれるんじゃないかって思ってますし、期待してますけどね。ジャイアンツって球団と、まあ、合わんのちゃうかなって思ったりとかね、個人的にはしてんねんけど、結構まあ、しっかりしたチームって言ったらしっかりしたチームなんで、ね、まあ、だからこそいいっていう声もあるかもしれないですけどね。まあ、中田選手、個人的にはめちゃめちゃ好きな選手。はい。なんでね、日本ハムの時の応援歌も歌いますしね、僕、中田選手にはね、本当に頑張ってもらいたいなと思う。本当に大阪桐蔭の時が好きだったんでね、本当にこれからね、まだ、吹き込む年じゃないというかね、30ぐらいかな年でいったらね、もう一花ね咲かしてほしいなっていうふうに、思います。はい。ということでですね、中田翔選手の、日本ハム時代の応援歌を歌ってね、エールを送りたいと思います。勝負しめる一振り血と汗の勲章、その手で夢つかめ、さあ羽ばたけなかった、が飛ばせなかった。しゃ、結構顔腫れてんねんけど、寝起きというかね、ほんまに寝起きというかね、今日めっちゃ久々にガッツリ寝れたよね。はい。めちゃくちゃ寝起きなんですけどね。以上で終わりと思います。はい。中田選手マジで頑張れ。ジャイアンツだけど頑張れ。中田選手個人的には応援します。はい。ということでね、以上で終わりと思います。ありがとうございました。